急いでここから出るぞ。無駄だ、食らうか。ここだ。この力で、そんなだ。まだだ。無駄だ。せいや。ジェイ。ジェイソン。そこだ。ジェイ。止める。や。ジェイ。ジェイソン。止める。おい、無事か？エド、また獣ですわ。くそ、なんて間の悪い。獣をお願いできますか？構わんが、何をする気だ？あの方を助け出します。この剣で。本気か？私の覚悟を信じてほしいですわ。分かった、そっちは任せるぞ、アナマリア。精神集中ですわ。ただ人たちに全霊を注ぐ集中力を切らさないためにも、獣を私に近づけさせないでくださいまし。ああ、任せろ。泣く先まで。アナマリア、大丈夫か？そこだ。アナマリア、こっちの声が聞こえないくらい集中してるってことか。俺も目の前の敵に集中しないとな。集中してるとこ悪いが、まだなのか、アナマリア。落石に獣、どんどんヤバいことになってるぞ。もう少し、あと少しですわ。あと少し、了解だ。姿だな。うん。すげえ。さあ、急ぎますわよ。ああ。よし、ここまで来れば。もうすぐ出口ですわね。助かった。おーい、これはラウルの声ですわ。うおーい、だんだん近づいてきてるな。迎えに来てくださったのでしょうか。だとしたら、
おっさん、出口開けておいてくれたんだな。おう、エドかい。無事で何より。お兄さんたち頑張ったよ。お兄さんたち。おかえり、リディ。なんでここに。いや、あの状況、一人じゃどうにもできないと思ってさ、慌ててリディちゃんたちを呼びに戻ったんだよ。ありがとうございますわ、リディ、シェルル。お嬢様のためなら何だってやりますとも。無事全員生き残れたな。ええ、辛いことも嫌なことも起こりませんでしたわ。今回もたまたまだ。たまたまでもこちらの方が断然いいですわね。はあ、そうだな。何、いい空気出しているのですか。そういう空気じゃなかっただろうが。おいおい、マジでそんな空気じゃなさそうだよ。来るぞ。リディとラルは、コーフを守ってくれ。分かったわ。負けませんわ。その点、出し惜しみはなしだ。お嬢様、エドン、私、決めましたわ。この旅を、辛いことも、嫌なことも、経験してみなければ、分かりませんわ。なるほど、少し見直した。ここ、うん、世間知らずでアホなのに変わりはないが、ちゃんと考えてるんだ。それは褒められていますの？けなされていますの？一応褒めてる。それほどでも。今からです。そこで全力で全力で食らうか。これで諦めます。やや、登場際が悪いですよ。いい加減倒れてください。確かにしぶといですわね。攻撃の手を緩めるな。くらえ。何だったんだ、あの薄気味悪いのは。あれは気になるところだけど、みんなヘトヘトだよ。今はとりあえず町に戻ろう。そうだな。あんたたちは英雄だ。英雄なんて呼ばれるからじゃねえよ。そうでしょうか。私は損得抜きで真っ先に動いたエドのこと、かっこいい英雄だと思いますわ。報酬のためだ。またまた。彼らの歓声がエドを英雄だと認める証明ですわ。マイシを救えなかった俺に英雄なんて。